チャオ、あっちゃんです。今日9月の12日、あっちゃんとこの奈良県大宇田は、大雨が降ってました。はい、多くの皆様からね、心配のコメント、メッセージ、連絡ありがとうございました。はい、あっちゃん、とこね、被害もなく無事、確かに雨は多かったけどもね、被害もなく無事でした、ありがとうございましたっていうね、お礼と報告の動画にさせていただきます。でね、実はね、被害がなかったっていうかね、この町ね、朝6時半ぐらいにね、大きな音で目が覚めて、でなんかドスーンって言ったんね、雷、大きな雷が鳴ったんね。その雷で目が覚めて、でさあ、まあ、携帯目覚ましに使ってるからね、携帯ピッて見たら、6時20何分、30分ちょっと手前で、今ゴミ屋さんが来たけど、ゴミ屋さんが遅れて1時間遅れて今11時に来てます。はい、ね、それぐらい朝雨がひどかったんでね、だんだん遅れてるんですけどもって感じで、6時半にね、それがなった。でその後メールが来たんね、すぐに、なんやろうな、警報出たんかなと思って行ってみたら、なんかもうあちゃん目見えへんか、しょぼしょぼってしてみたら、火事やった、火事があって、6時半ぐらいにね、火事起こって、あっちゃんのところ、まあ、なんぼ2キロぐらい離れたところで、でその後でね、死のサイレンになったりなんだかんだでね、やってんけども、なんていうかな、やっぱ雷落ちて燃えたんかなと思って心配してた。たら、何時やったかな、9時過ぎ2時間ちょっと経って鎮火しました、メールが来たんね。あ、9時過ぎか、そう9時ぐらいに、で9時で警報がまだ出てなかったの、その頃ね。で朝のね、7時過ぎぐらいに警報が出て、でちょうどもうその頃も子供も起きとったし、あっちゃんももう起きとったんで、ドッスンで起きて、二度寝したらまた起きられへんもんって起きとってんけども、でご飯食べさせて一応、ね、待機で、で雨も雨足もね、なんちゅうかな、緩くなってきたから、あ、これも学校あるかもわからんなと思って、で待機させてたら9時になって、まだ警報が続いてるんで、学校休みっていうことで、今日子供がいてます。はい、ということでね、朝からね、もう警報で学校休みっていうのが9時に決まったんでね、もうダラダラとしておりますみんなで、という感じで、ね、でちょっと今一段落ついたんで、みんなにね、俺の動画を作らせてもらっててって感じなんで、ご心配おかけしました、ありがとうございました。はい、で、あっちゃんち被害もうまずほとんどないです。裏の山もね、ちょっと心配は心配やね、ちょっと崖が切り立っててね、やっぱおお、まあ、あっちゃん子供の頃、小学校の頃に、ここに越してきたのは小学校4年生やねんけど、4年生の頃からやっぱ大雨降るとね、あっちゃんこのあっちゃんの家は鉄骨やねんけども、裏はキッチンのところ木造建て増しやねんけど、崖崩れになった時に木造建て増し、もしかしたら崩れるかもかなって、雨降った時お風呂トイレ気ぃつけなあかん言われてて、で鉄骨のとこはまあ大丈夫ちゃうかっていうことで、あっちゃんの部屋は鉄骨ギリギリのとこやけど、ギリギリのとこで危ないから、もう一つこっちの部屋でっつって、雨降ったらそっちで寝るようにしたりとかしててね、まあ、でもうあれからかれこれ年経って、いまだにまあ裏の土はね、ちょぼちょぼと崩れてるようなないようなんだけど、大丈夫は大丈夫っぽいねんけどもね、けどやっぱり雨降ると心配は心配だから、雨降った夜とか雨の日のお風呂がすごい怖いね。だからね、まあねんけどもね、まあ今のところ大丈夫でした。で被害といえばね、雨がきつくてね、ベランダのところにね、あっちゃんの仮、あっちゃんガーデンのところのミントさんが結構ミューンと伸びてんけど、ブニャーンって雨で寝てしまいました。まあそれぐらいです。ミントさんね、順調に育ってるんで、っていうことなんでね、大きな被害がなく、皆様ご心配をおかけしました、ありがとうございましたっていうことでした。はい、で橿原とか、橿原神宮駅が冠水したとか、天理の方で天理桜井とか、その辺りで局地的豪雨、一時的豪雨かなんか1時間200ミリ超えたとか、なんかすごい速報がいっぱい流れててんけどもね、まああのちゃんところもう今はねやんだかな、ちょっと収まってるねっていう感じです。でゴミ屋さんも1時間遅れてきてやねんけどね、まだでもね、今11時やねんけども、ちょうど11時過ぎたとかやねんけども、警報が解けてません。でまあ
ヤフーの予報を見てたら昼ぐらいに溶けるかなみたいな、で土砂警報も昼過ぎ3時ぐらいまで出るんちゃうかみたいな感じの予想が出てたから、うん、今日はちょっとしばらくねおとなしくしてたいと思います。でやっぱり頭痛が来てます。すっごい首のここがね強烈に痛い、うん、で今日はもう雨やしね、あっちゃんゴミ出してないしね、そんなにゴミ今週なかったんで、うん、出してないんで、はい、ということでした。まさか来るとも思ってんだからねはい、びっくりした妹なんて、うん、んな状態でした。はい、ということでご心配おかけしました、ありがとうございました、みんなね優しいねと思ってありがとうございましたっていうコメントじゃないわ、動画で報告させてもらいます。ではまたね、今日もこの後ねいろいろ昨日の動画出していくんでよろしくお願いします。見てね、またね、バイバイ。